分隊、武門の長として乱世を切る。ものだ。
は五冠末期、朝廷内の権力争いにより世は大いに乱れていた。さらに天変地異や凶作が相次ぎ、民は苦しみの底にあった。そんな中、張角という男が現れる。彼は紀州で太平道を起こし、人々を救済。瞬く間に民の心を掴んでいった。そして中平元年、張角率いる太平道は漢王朝に反乱を起こす。頭に黄色い布を巻いた黄巾党が各地で一斉に立ち上がった。後の世に言う黄巾の乱である。朝廷は直ちに乱を鎮圧しようとするが、虚しく敗北を重ねた。400年続いた漢王朝の命運は今まさに尽きようとしていた。敵するは黄巾の族と30万、多くは民とはいえ、数の上では圧倒的に不利か。改めて言われると途方もないな。まさに行かれる民が大地を揺るがすようだ。孫権、あざなは文代。孫氏の末裔とされる孫家の長である。その勇猛さから高等の虎と称されていた。官室への忠義に熱い孫権は黄巾の乱を鎮圧すべく兵を挙げる。いや殿、笑ってられる状況じゃないかと。なんの、戦は数ではない、我らの敵ではあるまいて。ならばお主、一人で千万の民を相手にするか。言うは安いが、過ぎれば妄言よ。テイフ、そう構えることはない。数で不利なればこそ我ら孫家が立つのだ。貨幣の官軍を助け、黄巾の賊を退ける。それがひいては官室を守ることにつながるのだ。我ら孫家は官室の刃、今こそその務めを果たす時と心得よ。それに俺はこの戦負ける気がしないのだ。それは何故に。我が孫家には勇猛なる将らがいる。帝府、郊外、関東、お前たちの働き期待しているぞ。やれやれ、殿は俺たちを乗せるのがうまいからな。まったくよ、そう言われてはたぎらずにはおれんからの。お主らはそうやって引き締める役回りはまた我が輩か。いや、帝府殿、そう気負わなくても大丈夫そうだぞ。何でも董卓が呉宗に陣を敷いたとか。聞いたところだと5万の官軍らしい。董卓、領州で名を馳せている男か。よし、まずはそこに合流しよう。董卓なる輩、人の皮をかぶった獣との評判もある。孫権殿、くれぐれも油断なさらぬよう。わかった、心しておこう。行くぞ、今回時をあげよ。おさ、奮い立て、高等尊家の将兵よ。我ら高き総がとなり敵を打ち砕かん。
黄巾の乱は民の皆天下の不満そのもの、それを封じたとしてそこに道理はあるか。いや、よそう。俺が揺らげば皆に迷いが生まれる。今は黄巾の領袖張覚を討つことに専念しよう。殿、ご覧あれ。前に見えるは黄巾の一味よ。温泉前の良い肩慣らしになろう。行くぞ。敵を残らず打ち払うのだ。黄巾島に歯向かえば天罰が下る。こんな風にな。お前ら黄巾島の邪魔しようってのかい。だったら怪力俊足俊宗様と勝負だぜ。さっさと逃げるに限るぜ。ようやく着いたか。あれが董卓か。ん？なんじゃ貴様らは。孫文代以下将兵一千、ただいま参陣した。ふん、高等の虎などと抜かすやつか。その辺で油を売っておればよいものを。俺たちも早く戦列に加わろうかと。その必要はない。当分は様子見をしておるがよいわ。なんと、それはいかなることか。バカか貴様ら。黄巾の者どもは大軍じゃ。こんな兵数で戦っても勝てるわけがなかろう。わしらは官軍、ボートなどそれを上回る大軍で吸い潰せばよい。朝廷がそれに気づくまでここで時を潰すまでよ。気づかぬ時は。その時はその時よ。どうしても戦いたいなら好きにせよ。その辺におる雑魚でも買っておれ。ただしわしに
迷惑だけはかけるなよ。承知した。これより我らは付近の黄金島を掃討しよう。いや、なんとも厄介な感じですな。董卓、一体何を考えているのか。しかし奴の言うことも道理よ。いかに相手がボートとて兵数の差はバカにできぬ。いや、董卓は違うものを見ているな。己の兵を損ねず各地の乱を捨ておく。その結果状況はどうなるか。今の天下、官室が倒れ董卓だけが無傷で残る。そうならんとも限らん。いや、まさかそんな。それが人の皮をかぶった獣董卓の狙いと。なんと悪辣な男よ。殿、かような輩捨ておけませんぞ。いや、まだそうと決まったわけではない。それにあの態度にも使い道はある。ここは俺たちがあの男を利用させてもらおう。敵の末端と戦いつつ董卓の前へとおびき出す。温存するつもりの軍が危機にさらされるのだ。奴も戦わざるを得なくなるだろう。そうして奴の陣を主戦場にしてしまう。その間に俺たちは黄金の視界聴覚を打つのだ。なるほど、生産はあるか。しかし董卓よりも孫権殿の方が悪党に見える。なに、そのぐらいでちょうどよかろう。面白くなってきよったわい。孫権殿、うん、討ち取ったぞ。孫家の長にふさわしき武勇、お見事ですぞ。Thank you.
そこの方。様のため官軍の力を存分に示す。同胞を討伐か。いらっしゃい。毎度どうも。最高。
やりましょう。気がひんやりしてきたね。あんたも体を冷やしたりしないようにね。この辺りの風景はお世辞にも良くはないさ。それでも案外と過ごしやすいものなんだぜ。
少しよろしいでしょうか。実はご相談したいことがあるんです。感謝します。どうかよろしくお願いいたします。ようこそ、いらっしゃいまし。今後ともごひいきに。ようこそ、いらっしゃいまし。今後ともごひいきに。お願いしたいことがあって、聞いてもらえますか？ありがとうございます。言ってみるもんだな。
とお礼を言っていいか。本当に助かりました。お願いしたいことがあって、聞いてもらえますか？ありがとうございます。行ってみるもんだな。
Thank you.